あいつ、本当にすげえよな。ちびりべ、あの清正くん相手だぜ。ありえねえ強さだったよな。マジで死んだって思ったもんな。実質死んでるっしょ。俺も覚悟したもん。あの霧マジやべえっしょ。ん、どうした山岸。何？今俺たち竹道の話をしてるんだけど。マイキー君のことを話してたんじゃねえの？ちげえよ、ここで話すべきは竹道のことだろ。確かに。たく、山岸は本当にバカだな。バカじゃねえし、てか誠お前だってマイキー君の話取っただろ。そんなことないけど。嘘だ、絶対嘘だ。だって俺はお前と違ってバカじゃねえもん。何を、俺の記憶力なめんなよ。俺がこの辺りの不良のことで知らないことはないんだぜ。俺の凄さ見せてやる。聞けよおめえら。東京卍会のリーダー出た不良辞典。喧嘩が強くて前に100人相手に一人で立ち回りして族を壊滅させたってのは有名な話だ。この無駄なことだけ知識がすごいんだよな。能力の無駄遣い、それがバカってことなんだよな。ICBM の中では滅法噂なんだぞ。どうだ。うん、バカ。うん、バカ。うん、バカ。なってた。お前の方がバカだろ、やっぱり。あっくん、どうかした？いや、なんでもねえよ。ほら、明日竹道の顔見に行こうぜ。多分笑えるくらい晴れてったろうから。絶対晴れてるぜ、パンパンに。こんな感じ。いや、こんな感じだろ。やっぱお前バカだろ。おい、あ、意外と普通だった。